あれ、なるほど、殺した。え、今すみません、あのちょっとキルと関係ないんですけど、うん、あの、はい、すごい怖くて、あのどうした、何どうしたの、真央ちゃん、おい待って、よろしくお話、おい真央、中野地さんにトイレに連れ込まれて、おい中野地、まだ4歳だぞ、4歳待って、俺が高田さんをキルした中野地さんを見てたんですけど、あれモーフィングっすね。じゃあじゃあこの人は私が、これ私がトイレ、ま、私をトイレで乱暴した結果無罪になったと今日も僕中野さんに投票しちゃったよ、もう。あ、俺も中野さんに投票しちゃったよ。いや社会的にもう生きてちゃまずいよ。いやそうだよ、正犯罪者が死を勝訴、勝訴です、勝訴やりましたね、勝訴、逆だったらよかったのにね、酔ってるやついるか、酔ってるやついんのか、クソガキ、いた、いんのか、クソガキ、おいおめえ、これ分からせてやっからよ、おい黙ってる、お前黙ってる、全然直したの俺で、おい、あ、ボコボソだ、おい、おい敬語、敬語しゃべる、敬語しゃべるつんだよ、お前あ、逃げたぞ、すいません、すいません、今のもう一回お願いしていいですか、もう一回忘れてくれ、解説っていうか、どういうことかなと思って、お前の体の中に入ってコチョコチョしたろか言うてんねん、バカ野郎げ、ちょっとよくわかんないはっちゃんはっちゃんてめえこの野郎、あっちゃんやれよって、てめえこの野郎、ふざけやがって、絶対許さない、待って、え、あれ、何これ、何これ、え、おらすか、え、はっちゃん、違う、ね、右に、右に、あ、え、ちょっと、マウシーンだけ聞いてほしいことあるんだけど、聞く、マウシーだけに、他みんなちょっと耳閉じてほしいんだけど、あ、じゃあみんな耳閉じて、はい、うん、聞かないでね、あのね、中野っちさんがミニでキルをしてました、はっちゃん。中野っちさんがあのキルしてた、うん、はっちゃんをキルしてた。あ、オッケーオッケー。あの、真央くんしか釣れないと思うから、お願い。もういいですか？あ、もう大丈夫です。ああ、よかったよかった。ああ。何の話ですか？ちょっとあの、真央くんにだけ話したくて。ああ、全然聞こえなかったから、ちょっとあれなんですけど。男って小さくても気だよ。どうしたの、マウシ、どうしたの、何だったの、あれ、あの今6歳の男の子が小さいのいいことに私のスカートの中に顔つくって許せる、坊主、中野っち、坊主、お前やったのか、許せる、わかりません、やってないのか、あの漢字ドリルしてました、漢字ドリル、漢字ドリル、すいません、中野地くん漢字ドリルしてたって言ってるんですけど本当ですか、それなんか私のスカートの中で漢字ドリルしてた、あーそれはほら坊主、どこで漢字ドリルやったのよ、100点満点でした、100点満点か、なんで見えてんの、夢中、俺やったね、俺やったらかー、でかいから漢字ドリルしてやろ、お前の上でバカがぶち殺すで話別になっちゃうんですけど、あの中野地さんが番長さんの小さい姿に自分の格好させた上で乱暴したとしました、なんだって、中野地さん特殊性癖だろ、開かないでくれよ、でも多分もうあの黒い字全部出てるんで、中野地さんは単純にそういう人だってことだ、議論別ですいません、一番嫌なやつだわそれ、権力につながりがある人間から潰される形になりましたね、はい、霊界への出向を命じられたんだけど、ディ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 、あんた高田村から来たらしいなやばい、でもどうせ高田村から外された人間、こちらの話には首を突っ込まないでいただきたい、ライブがクソだ右行きます、ボタン行きます、この会社は嫌な、ヘドロが腐ったような匂いがする、高田村から落ちてきた人間が好き勝手言ってくれるじゃないですか、
電話が鳴ってもすぐに出ない。みんなこの会社では何も成し遂げられないと思っている。成し遂げられない？高田村が、高田村のルートから外れたあんたみたいな人間に言われたくないね。私のやり方に従ってもらおう。私はお断りです。さあそして高田村から出てきたことを詫びてもらいましょう。詫びろ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 。楽しそう。この写真何が写ってるか分かりますか？はい、それはまさか。おい、返せ今すぐ。捕まるな。死んどるやん。魔王さんが不正をやっていた証が全てここに残っている。あなたの高田さんが食事に行った時の写真をなぜ。あなたのこれは何ですか、この YouTube スタジオの。あプッテマットだよね。はい、スキップ入れます。オッケ ー, ー、ナイス。よし、シェリフが怖い。シェリフ警戒ね、シェリフ警戒。やばいやばいやばい。いや、これは負け濃厚ですね。ウキウキで犯罪の記憶してた。犯罪の記憶してたな。やばいやばい。犯罪の記憶で何のことちゃばちゃばやってた。右側で死んだのって誰です？ゲンさん。ゲンです、ゲンです。ゲンさんって右側に入力しました。スナパイ小僧やったな。やったな。金庫室でやったな。1歳でやったんすよ。1歳でやったな。1歳でやったな。エリートすぎるだろ。1歳でやったな。1歳でびっくりしたね。でも多分喋れないと思う。1歳だったら確かに。その詰めないであげてください。本当に確かに。悪気はなかったんじゃない。そうだね。俺どんどん喋れるようになったら怖いこと喋り出すと多分。まだ何言ってるか分かんないけど。あえて残すの。まだ何て言いたいかが知りたいんだよこれ。何て言ってんだろう。分かったよ。じゃあ今回はじゃあママって。ママ誰なの。ママ誰。ママ誰。ママ。ママ誰。番長。番長。なんで。番長。番長。番長。責任は番長の方にある。親の責任だよ。ちょっと待ってくれ。止められない。あるよ。え、あ、もう。あ、え、やられて。あ。しっかりのいるぞ、しっかりのいるぞこれ。お前見逃してもらえると思ったら大間違いだぞ。ほらそんな世の中甘くないぞ。パパがやりました。嘘つけ。嘘つけ。パパ誰だよ。パパ誰。もう6歳だから。7個。おい、ダメだ、認めねえぞ。認めねえぞ、俺はもう。もう、認知してあげて。もう認めねえ、認めねえ。俺はもう見逃さねえ、もうこいつは。7個。ああ、もうダメだ、これはもう。こいつは生きてるだけで悪だ。こいつはもうダメだ。こいつはもうダメだ。かわいそうに。こいつは俺が地獄まで連れて行く、こいつは。ちゃんと。少年法的妨害。いや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 。めっちゃ詳しいな。勉強してるね、随分。高電所抱えてる。こいつ山に捨てて。七個って言ってる。七個って呪いの言葉みたいだ。七個。俺じゃねえだろうが。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。